ヘーメラーとは、ギリシア神話に登場する昼の女神である。ヘーメレーとも言う。その名はギリシア語で、昼、昼の光の意味で、昼が神格化された神である。日本語では長母音を省略して、ヘメラ、ヘメレとも表記される。ヘーシオドスの神闘記によると、ヘーメラーの誕生は、太陽神へ、リオスよりも古い原初の時代に位置している。 ヘーメラーはカオスの子供であるエレボスとニュクスの娘でアイテールの姉妹である。ヒュギーヌスはより古くカオスの娘とし、ニュクス、エレボス、アイテールと兄弟であり、アイテールとの間にガイア、ウーラノス、タラスサをンんだと述べている。また、キケロウの神々の本性についてによるとウーラノスとの間にヘルメースを生んだ。母のニュクスとは距離一体を成す存在で、 世界の西の果ての地下に館を共有している。そこは、タルタロスの巨大で深い穴があり、巨人アトラースが天を支えている場所である。ニュクスが世界を巡って、夜をもたらしている間は、ヘーメラーがこの館に待機し、ヘーメラーが世界を巡って、昼をもたらしている間は、ニュクスがここに待機している。そのため、ニシンが共に館にいるのは昼と夜の境目の一瞬だけである。 両女神は入れ替わりで、館の制動性の資金をまたぐ際に挨拶を交わし、ヘイメラーは人間たちのために光を携えて、館を出ていくとされる。ヘイメラーの名はしばしばとの女神を指すのに用いられた。バッキュリデースは、ヘイメラーをアルテミスの別名として用いている。パウサニアースは、ケパロスの恋人でありメムノーンの母である赤月の女神、エオースに、ヘイメラーを当てている。 シケリアのディオドロスは、エジプトの神々を、ギリシア神話の神々の名前で呼んでおり、ヘーメラーを、クロノスの妻とし、オシリスとイーシスの母としている。ありがとうございます。